はいどうも皆さんこんにちは、月久保です。戦友娯楽西岡剛スーパースピードスターへの道やっていきます。もしかしたらですけど、あの戦友娯楽が、まあ、あの西岡選手の座右の銘なんですけど、もしかしたらちょっと説明というかどういう言葉なのかなっていうのを言ってなかったような気がするんで、一応下に今編集で説明を書いてると思います。ということで、今日は、巨人 DeNA この、4試合を撮っていこうと思います。まあ、やっぱり動画本数ねちょっと短い方がいいかなと思って、まあ、一応今のところ全試合撮る予定なんで、まあ、短い方がやっぱりいいような気がしてるんでね。さあ行きましょう。前回はちょっとね、あの何でしょう、こう盗塁に焦りすぎて結果牽制ししまくってみたいな、そんなバカだったんで、まあ基本にちょっと立ち返って落ち着いてプレイしようと思います。まあ久しぶりなんでね、実は結構プレイが、はい、なんでだいぶ感覚とかちょっと抜けてそうな気がして怖いんですけど、よく晴れた天気になりました。さあ甲子園球場です。セリーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの4回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくセカンド大和選手の、さあ西さん、ね、今日のゲームどのあたりに注目されてますか？そうですね、やはりタイガースの打線ですよね。サード立岡選手、はい、何してんの、ランナーを出して何してんの、サード立岡選手って村田さんどこ行ったの、びっくりしたんだけど今。やべ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 、メッセ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 、どうしたの、大炎上じゃないですか。バッターは7番に入っている中村悠平選手が1位。昨日はチームに貢献する活躍を見せました。メッセ、マジでメッセどうしたの本当に。最初は変化球できました。うわー取られた、クソ、もうちょっと早く打ってれば。スタンドのファンからも歓声が届きました。やばい、今自然に舌打ちが出てしまった、ダメだ。うわーちょっと待ってくれちょっと待ってくれ、これなんだ、これどうなってんの。どっちの方がいいのかな、流しの方がいいのかな。さっきは一応流し打ちで打ったんですけど、弱気になっちゃダメですよ、これからですよ。ベンチの動きにも注目です。うん、打ちました、よしツーベース。あ無理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 、やめよう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 、これで3試合連続に行かない方がいい。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスはサインは来なさそうだね。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。はい、ヒットでランナーを1塁に置いています。セーフ、まず何を投げてくるか。最初は変化球できました、ボールになります。アウトコースへ、やばい走塁も久々なんだ。3球目スライダーできました、ワンボールツーストライクです。低めの変化球は外れました。打ちました、これはどうだ、うわ抜けない、クルーズ、おっと送球がそれた、うまいな、うまいなクルーズグラブトスしたよ今。お2点返した、うまいなクルーズ本当に今のはうまかったわ。正直ちょっと抜けたと思ったんですけどね。さあ宮国投手か、ヒットを放っています。あっとちょっとずれたミートがファウルになります。うん、絶好調か、ボールを逃さず打っていきたいですね。3球目打ちました、この辺りはどうか、よしいける、つべつべ、よいしょ、お今だ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 、よっしゃい、バッターランナーは三塁まで進みました。よし好走塁、一点返しました、打点を取りましたね。10対3、よしタイガースなおもチャンスです。で中谷選手か、西さん、この辺りで追いつきたいですよね。あまり離されるとチャンスも少なくなりますからね、ここはものにしたいですよね。そうですね、まあ、ツーアウトなんで打ったら走るんですね。
まあ、ツーアウトじゃなければ抜けるかどうかを確認してからってところなんですけど、あとはゴロゴーでない限りは。おっと、変化球を狙ってたんでしょうかね。け、ナイス。あー抜けない。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。まあまあまあいいでしょう。お、1点返した。よし、チャンス。今のところ真ん中しか打ててないですからね。真ん中以外も打てるようになりたいですけど、まあ、残りイニングは少ないんですが、最後まで諦めない姿勢を見せてほしいですね。よし、超えろ超えろ。よし、つべつべつ。よいしょーい。もうあんまり下手に盗塁とかちょっと今日は考えないようにします。タイミングがあれば狙うだけで、わざわざ止まって走るとかいうことはしないです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。そうやって前回なかなかひどいことになったな。素直にこう走塁ポイントを集めて、あの盗塁能力を上げることに優先した方がいいかなと思いました。まあ、とか言ったらなんか次回じゃないけど次とかで変わりそうな気がするんですよ。お、行ったか。よし、帰れる帰れる。よし、ナイス。いいよいいよ、こんだけボコボコにされてもまだ諦めてない。さらに1点返しました。見事なタイムリーヒット。よし、うーうー、負けた。いやでもいい反撃を見せたんじゃないですか。残念ながらタイガース敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うと小林選手がヒーロー、こういう負けの方が気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。あ、なるほどね、逆に考えるんですね。まあ、真ん中に来てる今のうちならホームランも狙えるんじゃないかななんてちょっと思ったりはしてるんですけど、まだ強振がねちょっと怖いんですよね。あ、ゴメス選手のホームランが出たんだね。ゴメス選手、あ、本当だ、猛打賞。いやでもクルーズ選手より深かったんじゃないかなと思うんだけどね。メッセダメだったな。うわぁ、7.58、 評価も3ですからね。お、西岡さん、5回裏優のヒットは足掛かりに追い上げできたね。いい攻撃だったよ、優がチームメイトでよかったね。ふふ、ありがとうございます。お、二上投手、うぅ、ドジソン、なんかダメそうな名前基本なんかこのゲームに入る助っ人外国人って強くないですか。気のせいですかね。なんかいいのばっか出てる気がするんですけど。さあ、大竹選手、7番サード。どうしようかな。じゃあウェポン、あざす、あざす。ウェポン、今日はウェポンがセカンドなんですね。4番福留選手、なんかリアルな2016年シーズンの最後の方みたいになってますね。福留選手が4番っていうのが、まあ、一応ね、あのルーキーはいないですけど、そのあたりをちょっと意識して、まあ、組んではいるんで、メンバーを。それこそクルーズ選手だってね、もう入れてますし、背番号もちゃんと11番にして。11点に恵まれました。11ですね。セリーグ公式戦、阪神タイガース今日はデイゲーム、読売ジャイアンツの5回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、本当村田さんどうしたんだろう。本当村田さんどうしたんだろう。どこ行ったの。あら、調子不調だ。やばいやばい、マジか。さっき好調だった。バッターは7番に入っている西岡。
昨日のゲームは猛打賞を記録しています。長打が F か、これはホームラン出なさそうだな。甲子園まずは先頭バッターを三振に仕留めています。遅かったね、ちょっと迷った今。マウンド上のピッチャーは大竹、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、流し打ちにしよう。打線は機能してくるんでしょうか、注目です。おっと、さすがに入ってこないよね。打ちました。無理に打ちに行ったな、無理に流しに行ったわ。くそ、ツーアウトになりました。基本外流し打ち引っ張りっていうのがいいと思うんですけど、ね、そんなとっさに切り替えてたら苦労してないんですよね。あら、また投手炎上したよ。ちょ、先発本当どうしたの、大丈夫マジで。2、3、中盤に差し掛かってきていますんで、このあたり得点がそろそろ欲しいですよね。うん、もうそろそろね、得点しないと思います。やばい、落ちないよね。積極的に行きましたがセンターライナーに倒れています。ワンアウトです。当たりが良すぎるんだよな。お、いいんじゃない、チャンス、1点は入れたい。ピッチャーが変わります。田原選手、ジャイアンツベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、さあ打ちたいよ。打席には7番バッター、うわ、山田哲人、得点圏打率半端ねえな。返していきたいところ。さあまず1球目、初球打ち、よし、いいよ、いい当たり、いい当たり、いい当たり、回れないか、回れないね。いいよいいよ、でもいい当たりで1点返した。流し打ちじゃなかったんですけど、遅れて打ってなんとかこう三塁の頭を抜けるって厳しいコースだったんですが、見事タイムリーを放っています。うーん、そうですね、難しいボールだったんですよね。前進守備だったわけですね。見事なバッティングでしたよね。おそらく前進前進入りました。バッターボックスには代打の中谷選手、代打要員ですね。この辺りで追いつきたいですよね。あまり離されるとチャンスも少なくなりますからね。ここはものにしたいですよね。そうですね。さあまずはランナーを返すことに集中したいところ。初球ボール球です。こういう時にライナーバックとか本当気をつけないといけないですからね。外高め決まってストライク。さあ3球目は何か。バッター見送りました。まだなんかこの展開なら追いつけそうな気がするんでね。ちょっと心をえぐります。さあ頑張りましょう。ストライク追い込みました。打ちました。ファウル、切れていきます。ファウル、ボール、しかし誘いには乗りません。いいか、満塁、満塁、満塁、いいよ、満塁、いいよ。あ、いった、痛えな、当てなくてもいいじゃん。当てなくてもいいじゃんかよ。怒ってるよ、ほら中谷選手で、代打、バッターボックスには代打の荒木。デッドボールのランナーが出て、荒木選手、荒木文也、文也、文也だよね、文也選手、頼むぞ荒木選手。やった。変化球、空振りになります。うわ、同じような球にやられてるぞ。いいように感じますね。危ねえ、危ねえ、危ねえ。今の入ったかと思った。内野はゲッツー体勢ですね。1点は諦めるようですね。うん、そのようですね。危ねえ。ボール、満塁でフルカウントとなります。さあ押し出しになるか。見逃し三振、うわー三振か。動けません。さあ鳥さん頼むよ。打順はトップに帰って鳥谷。タイガースこの回2点を返しています。うわ入った。なおもその得点差を詰めていこうかという。外の球打った、ショート取った。くそー、最悪だ。2塁アウト、最悪だよ。あの展開で点入らないか、マジかマジか、やばいぞこれ、やばいやばい。お、回ってきた。お、ジャイアンツここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番の鋼、鋼のセットアッパーだったっけ、なんかそんなんでしたよね。なんだっ、鋼だったっけ、合ってましたっけ。さあマウンドを、さあ、まあ、山口選手から打ちましょう。西岡選手5試合目の登板です。左ちょっと苦手なんだよな。うわ、チェンジアップ、チェンジアップ、おい、打ちました。ファウルになります。やばいな。もうツーストライクだ。あ、やべ、ど真ん中行った。ど真ん中行った。真正面行ったわ。そら無理っすわ。くそ。なんとか、なあ、無理だった。ダメだ。やばいやばい。連敗した。残念ながらタイガース
ちょっと待ってくれ、クルーズ選手か。ピッチャーがね、先発がちょっと炎上してるのがきついわ。2試合連続炎上ってちょっと勘弁してよ本当に。あ、いた、行って行って行って、ここのね6回にね決め手が書いたのがきつかったですね。今日は先発誰だっけ、岩佐さんか。うわひどいな、 9.16 って。ちょっとちょっと、お、ありがとうございます。中日平田選手の打撃爆発、7対2。やばいやばい、差が広がってる。ちょっとデリンジャー、強いな。またマイナス能力ほとんどないんですよね。お、3連戦、あ、3連戦だった、あ、3連戦か。あ、じゃあいいや、じゃあこの巨人3連戦で終わりにしましょうか。7番サード、ペレスゴメス福留のひろみさん。おお、了解です。ひろみさんイケメンだわ本当。そうか、3連戦だったんですね。じゃあこの巨人戦だけでなきにします、今回は。ただ次が2戦っぽいんでね、どうしましょうかね。まあそれはまた考えますわ、次取るまでに。いやちょっとね、三立てはきついんで、今日ぐらいは勝たないとまずいです、ね、よく晴れた天気になりました。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの6回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。今日は鶴岡選手、どうぞよろしくお願いします。よろしく、行こう。うわー、先制された。バッターは7番に入っている。一応まだ打率トップは維持してますけど、ね、昨日のゲームでバットでチームに貢献しています。ね、僕にとってはこの時期の打率なんでほぼ当てにならないですけど、うわ菅野か。そしてキャッチャーは菅野投手か。きついなこれ。どう攻略していくか、日産この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。引っ張りでいいか、打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。同時につけたのか。よいしょ、あ、まあ、ここは際どいところも素直に引っ張ってよかったかな。なるほど、さあバッターは何を待っているか。あー遅かった、くそ、3アウトチェンジ、遅れた、微妙に遅れた今の。こういうところの反射神経がやっぱないな、動体視力がなさすぎる。打順は7番西岡、スタミナ失敗じゃないの、流しでいいですかね。あ、でもスタミナ結構ないぞ。うん、ランナー動きませんね。はい、流しました。よし、いいとこ行った、いいとこ行ったよ、ナイス流し打ち。これで5試合連続安打、ツーアウトランナー二塁一塁。ここは綺麗に流していきました。はい、綺麗、めっちゃいいとこ行ったよ。これで作戦も立てやすく。あ、鶴岡選手、まあ点、あ、点差じゃないよ、アウトカウント的にバントはないですね。際どいコースですが外れました。ワンボールです。よし。さあどうだ。よし、いける。いけるいける。帰るか。帰る。帰る。帰る。ホームまで帰る。ホームまで帰る。激走するぞ。西岡。イエーイ。よっしゃい。ナイス。好走塁。よーし。今のよく走った。やっぱ走塁能力はね、あの高いんで。走塁プラス3か2ぐらいありましたもん、西岡選手。なんでこうベースランニングであんまり減速しないんですよね。それがありがたい。点差に詰め寄りました。よく走った、いいよ。さあ、ここにさすがスピードスター。いや、よく走った、いいよいいよ。さあ、ここ1点1点
追いつきたいですね。同点に追いつきたい。うん、バッティングは当てたかったですね。はは、4割6分4厘ってなんだこれ。バーキョムじゃねえか。うん、そうですよね。どうしようかな。このチャンスで打席の方がいいかな。西岡が入っています。うわーっ、あー、間に合わない。無理だわな、無理だわな。そのまま一塁に入ってスリーアウト。そう、弾いたけど無理だったね。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。当たりは良かったんですけどね、ちょっと正面でしたね。くそ、うわ、ちょっとその点差は返せないって。なんでそんな終盤にそんなボコボコ打たれんの。もうちょっと勘弁してよ。バッターボックスには7番西岡。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、ファーストゴロに倒れています。おい、あ、ダメだ、真正面ライトへ打球伸びる。くそ、なんか投手陣がひどくないですか。うち巨人にめっちゃ弱くないですか。何、本当に2016年再現してんのこれ。そんなんいりませんね。そんなのいらないんですけど、まあ、そうですね。逆に言うとこういう負けの方が気持ちの切り替えは、何回切り替えできる、気持ちの切り替えできるって言われてるのよ。情けないって。これはちょっと点取られすぎでしょ、この 3連戦。まずいな、巨人にはちょっとね、伝統の一戦というだけあって負けたくないんですよね、やっぱり。ダメだな、誰が打たれたんだ。西内選手か。あー、1回4失った。本当ですよ。分かってるよ、分かってるよ。そんなの投手陣なんとかしてくれよ。打ってもあれじゃん、意味ないってばよ。あ、でも野木さん本当頑張った、お疲れ様です。ごめんね、勝ちつけれ、勝ちつけてあげることできなくて申し訳ないわ。まあね、それこそ同点に追いついてれば負けを消せたんでしょうけど、楽天が首位か。でカープ最下位なんですね。やばいよ、3ゲーム差だって。全部ヤクルトも勝ってるんでね、ちょっと休息しましょう。やばいな、休息しても全部休みが取れない、休み疲労が取れない。あ、こんにちはです、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、次回はこの横浜2連戦と、広島2連戦の、合計4連戦をお届けしていきたいと思います。以上、三木クバスターでした。次回もお楽しみに。バイバーイ。